はい、それでは、えー、本日はですね、このテーマです。はい、えー、論文合格発表から見る弁理試験の最新動向ということで、レック専任講師の宮口がお送りいたします。皆さん、こんにちは。はい、ちょっとね、あの、ご了解いただきたいことなんですが、あのー、このね、私がこう作ったレジュメの、お、まあ、後ろの方に、ま、いろんなこう特許庁が出しせるデータがね、載ってはいるんだけど、ちょっと私がこのレジュメを作成した時点で。 ししかかからなかったことがありましてね例えばここにあの令和あ、こに令和3年です令和3年の同確率が、ね、ちょっと分からなかったんですよ。で、俺今日、日あの申し訳ないけど特許庁のホームページ見てないですけどあのもし更新されてたらもうそれをあの信,、まあ、信用していただくというかね、まあ、特許庁が出してるんで嘘はないと思うんですけどちょっと私が見た時点では、ね、合格者の人数ぐらいしかちょっと分からなかったんで。 あの正式な合格率とかでまだあの工事試験もほら終わってないもんだからねちょっとデータ的に空欄になってます。ええ、なので、まあ、あの今日私がお話しできることは、ね、その皆さんの方からあの合格者とか、ね、不合格者があ来ていろいろ相談に応じた中でのお、まあ、実感というか、ねまあ、そういうことは言えると思いますからあそういった内容を踏まえて お話をしたいあとこのレジュメにもね書いてある通り <laughs> で、まあ、ここに来ていらっしゃる方はね、まあ、論文に落ちた人それから、まあ、まあ担当から受けない,いかん人ね、えー、あの足切りにあった人いろんなタイプの人がおると思うんでね、えーまあ、ちょっとあの担当の話も少しはしておきたいなと思います。 はい、<laughs> まず縦位置ですけどね、ここ数年、担当試験のボーダーは39点で安定していると、これはもう疑いの余地がないですね、でこのため、あの上4方はに強い人は原則、上4方で8割取れるので、ね、あの特実印象に強い人はね、だから、あの下3方、はい 下散歩で、えーまあ、あのたった7点でも受かってこれたわけですよ、えー、あの昔はね。しかしながら今、今、どうかというと、えー、足切り制度がありますんでね、えーはい、特実の場合には8点、意匠の場合には4点、商標も4点、条約も4点、貯蓄も4点ですね。まあなので どれか3点を取ってしまうとあのアウトですよね、それはもう皆さんも釈迦に説法だと思うんで手短にしたいと思うんですけどね、先ほどのケースでは条約と著作権のいずれかが3点以下ということなので不,あの不合格となると、ねで、おそらく皆さんの中にはね、あのーまあ、39, 点以上39点以上で受かっている人の中でも論文に落ちている人多いと思うんですよ。 でそれはどうしようかというと、ね、論文に受かるための,その必要不可欠な知識がまだ足りていないということなんですね。なのであの、まあ、担当の勉強をする中で,です、ねえー、とやっぱりこの条文、ちょっとこれは、ね、アドリブで書きますけども「〇、えー、×を答える」だけでなく あの根拠条文、まあ、条文以外の判例とかもそうですけどね根拠条文等などをあの見ないで言える力、ええまあ、養ってほしいと、ええ、そういう気持ちが私にはありますね、ね、ええ、丸伐を答えるだけでなくて根拠条文を、ね、見ないで言える力ね。 そうするとあの担当の勉強ももちろん力つくし論文の力もつくんですよ。えー、でよくあの私の討論で、ね、の格納が遅いんですはどうすればいいですかという相談があります、ねで。それはどう克服すればいいかというと、ね、あの2つあるんですよ、やり方が。あ1つは、ねまあ、単純にそのスポーツと一緒で、まあ、どんどん書いて出力をつけなさいと、ね、でその時にまに、あ、今、皆さん一生懸命メモを取ってますけども あの自分に合ってるペンかどうかがまず疑問なんですよ、ね、だからあのほらインクの出が悪いと当然スピード落ちますしあのペンのねその厚みっていうんですか0.5ポイントとかあるじゃないですか0.7とか自分に合ったやつをね使わないとあのダメですねっ、えー、すらすらやっぱり書けるペンとそうじゃないペンがあるしねあの人によってはこれいいぞって言われてもあの自分に合わなかったりするからやはりそれはねあの自分で探す。 ね、これが大事2つ目はです、ね、そういうそのところではなくてそもそも条文を覚えてないんですよだから遅いんですで覚えてないと結局見るでしょ見るはめになるよねこうやってうんほらこれだけでも時間かかっちゃうじゃないですかだからやっぱりあのもしかしたらねあの先生によっては暗記はしようない条文は覚えなくていいというかもしれませんが私の持論だとそれはですね引いては受かってからもそうなんですよ で我々プロですよ、ね。アマチュアじゃないんだから。だから、例えばあのお客さんから相談あったときにねあ、ちょっと待ってください、あのちょっと調べますからとか言ってね、えーととか言いながら、ダメですよ、これじゃ。もうやっぱり頭に入って即答できるような状況になってないと、プロとは言えませんよ。失格ですわ。でだって,あのてあの弁護士とかもそうでしょ。ね、あ今から調べますわだったらあの、別に弁護士じゃなくてもね、調べられますよ。そうでしょ、それと一緒。 もう頭に入っていることが前提プロは、うん、でそれを組み合わせて問題解決能力それがまあコンピューターと違うところだよね。うん、コンピューターはその検索してそのヒットするとかそういう能力はありますけどまだまだ AI も完全じゃないですよ。 ね、だって車もそうじゃん AI 搭載してるけどね全然その、まあ、私の知り合いでねなんか会話すると答えてくる車にすごい車に乗ってる人いるんだけどねそれでも俺が喋りかけるとね言うこと聞かないよ、まあ、要するに飼い主じゃないとね言うこと聞かないのかもしれませんけどね俺の発音が悪いのかもしれませんがまだまだやなと、ね、思い知らされますよあと自動運転だってねだってアメリカとかでさ あの自動運転を信じて、本当にこうやってたら、本当に死亡事故になっちゃったというね、事件も多々聞きますよ、まだまだね、不完全なんです、だからその100、100%デジタル化されてないんですよ、今の世の中って。だって、電気自動車だってそうでしょ、国も推奨してますよ、でもどうですか、電気スタンドとかないじゃないですか、結局不便やなと、ね、それ、まだまだね、そもそもその買う時点で電気自動車って値段高いしね。 うん、だからやっぱりアナログ的な要素が非常にまだまだ残ってるねで勉強も同じなんですよやっぱりねアナログ的な要素が多いんですよ特に論文そうでしょ担当はある意味デジタルですなぜかというと丸か×かなんだからねだから分からんくても丸か×でしょうんどっちかですところが論文はそうじゃないアナログですええでまあやはり今日のガイダンスはどちらかというとね論文合化発表から見るだからちょっと論文中心の話もしないといけないんだけど さっきも言ったようにちょっとデータが不完全だからまああくまでもその私のところに来たあの合格者不合格者の中からの私の感想ですまずどういう人が受かってるかあのこれはねまだ俺には確固たるものがないんだけどただ意外性なことが結構あります結構私が落ちるぞって言ってる人が受かってるんですよあの具体例で言うとね あのー、特実の問題2で正方、えー、特許が出ますよねあ二条三項三号正方特許がでなんとねだ完全に大把握ミスしててプロダクトバイプロセスクレームだと思って答案を書き進めてたのがいるんですわ <laughs> で,で俺は当然もう46点あの以下をつけてますなのに受かってるんですよええー、であとねあの意、ー、証法ではね えー、どういうミスをした人がいるかというと、まあ、あのなんていうんですかあの、確かほら、職務衣装ですよね、でそこに、ま、全く気づかなかったと、ねまあ、間接侵害とか書いたけども、もう職務衣装なんてまさかと思いましたよなんてね、うん、それでも受かっている、ねうんでも、問題1の方はね、あんまりミスしている人いないんですよ、あれ、確か、真相霊とパリウと秘密衣装でしょ、あれはね、あんまり聞かないね、変なことを書いたっていう人はね。 でであのーうん、で商標が意外や意外、これはちょっと私も反省なんですが、商標は私が合格点つけた人でも落ちてます、えー、だからそういった意味では、あのーまあ、意外性がね、あのー、多いっていうのは、そういうところから言ってるんですけど、じゃあなぜ受かったのかですよね。うん、じゃあなぜ受かかったのかはい 大体ねちょっとあの特に私、あの入門から教えている人たちを日頃からね論文基礎録完成講座の添削とかも知るんであのよく把握するんですよ、その人たちの答案の特徴ねはいまず字が大きい、えー、それからほぼ一発書きという特徴は維持してます。 で大体ね内容的にいい人でも俺が合格点ってつけた人でも落ちてるんですよこれね私はあまりねそういうことないんだけどね受か,かるっつった人は大体受かるんだけど今年は正直に言います受かるって言った人も落ちてますでその理由はあの、まあまあ、まあ言い訳に聞こえるかもしれないけどその再現とは私に持ってくる人がねそのワードで売ってくるんですよあの自家,自家書きじゃなくて。 あのワードでワ,ワードか何か分からんけど要するに活字体でそうするとさよく見えるんだよね内容さえ良ければ合格点つけますよでも実際どうでしょうねぐグジャーってなってるかもしれないよだからそのグジャーで落ちてる可能性があるということですもうねあのこれは言っときますけど皆さんねあの今の試験員ってあのいいかやる気のある試験員ってそんなにいないんですよ あの試験がお俺が俺がもう試験やるみたいなね、自ら率先して、俺がやるぜみたいな試験、いませんあ、いないって言ったらあの嘘かな、だっていうのはそのほらうんと、主催者側っていうか、幹部というかね、試験の中にも幹部がいますから、そのほら、代表格の、ねえーまあ、名前を言わんほうがいいかもしれんけどねあの、いるんですよ、その人たちはやる気ありますよ、その学者派だとかあの特許庁関係者とかね、そういうのはやる気あるんですよ。 じゃあやる気のない試験員というのは何かというと、ね、その我々の業界でも言われているんですが赤紙制度と言いました、ね、あの最近、ほらなり手がいないからあのメールでもよく来るんですよ、便利司会からあの試験員を募集しますと言 <laughs>、ね、ってやる気のある人がいっぱいいるんだったらそんな募集しなくていいじゃないですかで募集してもあの集まらないんですよなので各会派からです、ね、あの幹部の人たちは、ね、今年はお前やれとか言われるんですよ。 ちょっとお前ちょっとねこの会派から2名とか言われてるんでちょっとお前やってくれみたいなそうするとねえ私ですかちょっとそれ勘弁してくださいよみたいな感じなんですよでえなんでやねんみたいなうんそうするともうやる気ないですよね日常業務の,あのなんていうかさえ時間をこうね作ってやってるわけですねで多分ねもう割にわなとかね分かんないですけどそういう気持ちでやってる。 そしたらさ読みづらい答案なってよ、もうまず読,読まないんじゃないですか、もう,あもうこれダメだめだ、これ、はい、<laughs> みたいな、だから中身が良くても読んでくれないんですよ。で逆に読みやすい答案、おお、もうオアシスみたいな気分になるよね、これだよ、これ待ってたんだよ、中身あんまり見なくて、もう合格みたいなね、うん、見るからに、うん、見出しもばっちりだし、まあいいや、合格みたいな、だから、そうじゃないとね、説明つかないですよ。 PBP と書いてて受かるっていう。ねあ、あと思い出した。あのね、今年の特実問題2で、あのー、なんだ、えー、っと、メリアス編み機事件、それから食品放送用機事件を聞いてる問題がありますよね、判例、2連発の。まあ、あれはあの平成19年問題2の再来と言われてますけどね。で、そこで、あのー、あれなんだっけ、ほら、あの、上がって戻ってくるやつ。あ、高速バレル。高速バレル書いてる人いるんですよ。 えー、明らかに、まあ。で、俺はもちろん46点つけてましたけどね、なんと一発合格してるんですよ。ええー。でもね、答案はめちゃくちゃ読みやすいです。めっちゃ読みやすい。ほぼ一発書きあの。時間に書いてます、その人は。わかるでしょ、これで。だから、やる気のない試験は、もう読みやすい答案しか合格点つけないんですよ。うん、もうぐじゃぐじゃしてるとはあのこんな気分だと思いますよ。 もう俺が普通にね仕事してたらこんだけ稼げるのになんでこんなこんな答案のために時間俺は費やしてるんだみたいなねそれやる気起きないでしょう、うん、だからまあ結局そういう傾向になっちゃってます残念ながらうんだから皆さんねやっぱりね読者の気持ちになって答案を書いてほしいっていうのがある読み手の要するに自分の独りよがり的なねその答案じゃね永久に受からないっていうことなんですよ 読み手のことを考えるトーン書かないと。ね。皆さん仕事の時もそうよ。例えば我々の,あの明細書あ作成業務、あのそれもそうなんだけど、結局読み手のことを考えながらあ書かないと特許になりませんよ。うん。で、あとね、今度はやる気のある試験員の話もします。それは特許庁関係者。なぜ彼らはやる気があるのかというと、それは 変な人を受からせると自分で自分の首を絞める結果になるからです。これはどういう意味か分かりますか要するに特許庁関係者。ね。つまりこれから受からせる人たちがあ代理人として名を馳せて特許明細書を書いて出願してくるぞっていうことですよね。まあ、あの、意見まあ、商標とか衣装も意見書とか出してきますよ。そういう時に困ったやつを受からせると特許庁自身が困るんですよ。そうでしょ だからどういう証拠からするかというと、まあ、やっぱり、質願系の知識にミスがない人なんですよ。うん出願系のミスをすすると致命的ですだから、あのまずね、えーっとあの、皆さん覚えてる特実の問題1の質問1で、えー、っと原質眼が,が、イ、e、ーローが含まれてました、原質眼に、うん。で、分割出眼に、なんか、e、イーハーが含まれてるやつがありました。ね うん、で当然歯は違法性がありますけど新規事項なんででもね問題の作り方がねうまいんですよね、えー、あの分割図鑑 C にかかる「E」は訴求しますかみたいな問いがあったでしょ、うん、であれでさ「E」は確かに適応なんですよねだって「原素鑑」の「E」のうちの e だから「E、はい」だからはいだから「訴求する」って書いちゃうんですよねはいほとんど落ちてますええー うんあのまあ、なんか受かってる人も1人俺の調査によるといたけども割合的に20人に1人ああその分割訴求したらいかんのに訴求するで、まあ、受かってる人が1人いましたけどほとんどしてるんですよ、ね、だからこれは何を意味するかというと特許庁の仕事のあ弁理士の仕事のメインは出願系で特許庁に対してする仕事がメインなわけです。で要するに裁判所 東京地裁とか東京高裁、新血取決訴訟はまあ仕事もあるけどそれはもう何分の1何十分の1ですよ出願業務に比べるとだから多分その試験の中でもリーダー格の人たちはねあの自分で自分の首を絞める業務については厳しく評価するんですよで PBP クレームって侵害系でしょあれだからまあいいや侵害系でねミスするやつがいてもよどうせ俺たちには迷惑こむらねえわと。 まあ東京地裁が困るだけやろうと <laughs>、ね、大阪地裁とかだから甘いんですよでしんとりのそのほらなんだっけほらあの高速バレル、ね、高速バレルとか書いてても受かるんですよなんでやと思うああ別に東京高裁だもんね別にうちらには迷惑被らないしまあいいかねでも出願系のミスされると困るでしょ ね、なんかそういうのでさ変に自信持ってさなんか変にさ自己の主張を述べられてもよ困るじゃんそんなのが便利士になってもらったらそうでしょただでさえ変わり者多いんだから便利士の世界ねもっと困るでしょだからやっぱりさあのそういうのは受かってほしくないわけよ、うん、だからとにかく論文に受かるためには出願系に強くなること出願系のミスはもうごはっと商標もそう商標でよく313とか4 1 1六とか4十1 1とかあるよね だいたいもうそこで間違ってる人は受かりませんうん。で侵害系で変なこと書いててもう受かります <laughs>、えー、そうなんですよそこを分かってないと皆さん、えー、もう私の感想で率直なだから侵害系はミスしても平気ですよ侵 <laughs>、えー、取り系もうんまあ担当はそういうわけにもいかんけどね 論文はなんかねそういうい傾向が見て取れるでいいかこれも当たり前というと当たり前なんだけど私がねその再現トンとか見た中で、うん、途中からおかしいなと思ったことあるそれは商標法ね商標法ははっきり言ってほとんどみんな合格点つけたんですよ俺だからあっちゃあと思いましたねそれは何でか分かるでしょみんな合格点つけても不合格になるわけですよ なぜそれは偏差値換算でいくからそうでしょうんだから私はそれを危惧したんですよそしたら案の定でしたね私が55点をつけた人でなんと46点の人がいたんですようんもう結果見てね先生から55点もらって安心してたら46点でしたとでも俺も反省ですでもこれはもう言い訳させてくださいみんな出来はいいです商標はだから何で決まったのか 合否はおそらく量的充実度これしか考えられない、うん、だからいつも私はほら簡潔とね推奨するじゃんうんだからね特実はね表面で受かってあの終わってても受かってる人は受かってるんですよ特実はね、まあ、あれはしょうがないじゃん120分で2問だからね結構その意匠とか商標以上の問題分の分量で であの時間的なその厳しさの中で書くからね表面で終わる答案ってそれはいると思うよでもそれでも受かるんですよ、特実はでもね、商標はやっぱりあのミスがないミスがない答案でも46点でやっぱり受かってる人はもう4ページぎりぎりまで書いてるあのいわゆるまあ最後の一行じゃなくてもね まあほとんど空白行が、まあ、23行しかないぐらいの埋まり程度だよねだから私は何を言いたいかというと難しい問題時間がない問題はねあの問題文が長くて時間がない問題は少なくてもいいんですよでも今年の商標は正直言って入門制でも書けると思うよえなぜかというと問題1がこんな問題だったでしょはい あの2つの出願の間で同一類似関係がある場合に適用される条文だっけなんかそういう問題ですよね <laughs> 同一類似関係にある出願同士で適用される条文を挙げようみたいなね簡単じゃんこんなのねそうでしょでそこであまり差がつかないでしょで次に「侵害がいけば戦死要件だっけなうん戦死要件でしょ確かあ俺の記憶だとであとな何だっけ5十条の十3条の2だっけ なんかそ,そのぐらいじゃなかったもん結局ほら結構ねだからスカスカになっちゃうんですよ、えー、でだからね結局その普通に書いちゃうともう本当にね下手すると3ページやっと届くか届かないかの人もいたわけですよで私はねこういう評価者なんでその答案が短い人はね60点はつけない でもミスがないから54点以上はつくだろうと思ってましたねところがそうじゃないやっぱり4ページの後半以降まできちっと書いてる詩が受かってるやっぱり簡単な問題ほど完成度の高さが求められるということです当たり前かもしれませんが私こういう話だっけあの大学入試の頃ねあの、まあ、大学慶応なんだけどあの 今でも忘れない、あの小渕総理があの平成というのを掲げた年に受かったんだけど、なあの体操の例とかって、ますねであのなんとね、慶応大の2次試験というかあの、数学の試験が盗まれたんですよ、1日前に。大事件になりましたニュースです、す <laughs> それでもちろんあの中止にするわけにいかんからね、あ,のあれ、どうなんだろうね、予備の問題を作ってたのか。 特工事で作ったのか分からんけどもう超簡単な問題が出たんですよ数学まあ私もとと数学得意だったけどね思いましたこれはもう満点取ららななないいとと受か直感したんですよ、うん、だからもうおそらく満点取れたと思いますけど難しい問題が出ればよそれはもう点数低くてもどんぐりの性比べでねちょっとでも抜きん出てれば受かるんだけどそれと同じなんですよ。もう満点取ららなないいとと受からない状況だったと 商標は思います、えー。で、具体的にその再現答案でね。あの、どういう答案が受かってたかというと、あのせ、えっ、ー、とね。問題一はあんまり差が出ないです。みんな四一十一とか、八条の一項、二項、四項、五項とかね。あとなんだっけ、十五条の三とか書いてますよ。ええー。 でもちろん,あのなんだっけほら同一同一同一の関係の場合に適用される商標法三条の趣旨に反するというあの精神拒絶ねあれは書けなくていいあれは20人に1人ぐらいしかいません書けてる人は、はい、あれは気にしなくていいで問題はね先週権のところですでどう考えても選手法権なんだけどやっぱね受かってる人は形式論から書いてるよ 形式的にはあのほら25条侵害だったか37条1号だったかちょっと忘れたけどねやっぱり形式の,あの実質論ができてるんですよ。えー、で最後の53条の2ですけどあのダメな人は53条の2しか書いてないんですよ。うん、でもねあれね問題文がその取りうる措置っていう聞き方じゃなかったと思いますよ私の記憶だと今手元にないからね想像で言ってますけど記憶で。あの確か 妥当な審判はどれかみたいな聞き方しなかっただ妥当な審判はどれかみたいな。これの、載ってますこの今日のレジュメ。あこれ、今年のじゃんあ。よかったよかったこ。これ載ってるわ。うん。あいいね。載ってますよ。あ載ってた。14ページ。よかったよかった。これ見てください。14ページね。ああ。これほら。やっぱ俺の予想ど通り。ね。あの14ページ。 オツが本件商標権に係るあ登録商標をあの消滅させるために、えー、請求すべき審判として最も妥当なもの、ほら、わる、最も妥当なものという聞き方をしてるんですよ。取りうる、まあ、請求しうる審判とかいう聞き方じゃなくて、あるいは請求すべき審判とかじゃなくて、最も妥当なものっていうふうな言い方をしてるんですね。だから これあの担当でも出るじゃない、ね、正しいものはどれか、誤っているものはどれかという聞き方の担当の問題と、最も適切なものはどれか、最も不適切なものはどれかという担当ね、ね特にちょっと不でそういう傾向が見られますが、これは、ね、相対的に考えろという大白なんですよ。相対的に考えろと。どういうことがわかるだから、結局、全部上げないといけないということです、今考えると。 まあこんな感じだよね、俺に言わせると、全部挙げて相対的に最も妥当なものを決定せよだから、あの受かってる人の答案、はい、50条もこういう理由でダメ、五51条もこういう理由でダメ、五52条の2もこういう理由でダメ、五53条もこういう理由でダメで、五52条の2は、まあね、プラスのこう満たしてることをあのダダダダダって書いて、よって53条の2。っていう書き方をしている人が、やっぱり、もうぶっちぎりのいい点数取ってますわ、今年 68点とかね。で皆さんねあのもしね、ま、も,しあのもしって模擬試験じゃないよもう仮にの話、えっとあの入門まあ、レックの入門系を取ってる人は、まあ、まずあの確実なんだけど論文基礎力完成講座ってあるでしょであれの商標法の第2回目の論文基礎力完成講座の当連編の問題見てください。 もうあの53あの2が決め手の問題じゃないですけど50条なんですけどあれのねえー、まあ当案見てくださいよあこういうふうに書くんだなっていうのが、まあ、ある意味的中してます53三条には的中しませんけどまあ私がサルベージで的中させましたけどねそれはええー、要するに あの51でもない52条の2でもない53でもない53条の2でもないよって50条であるこういう理由からっていう答案なんですよまさにだからあの言ってましたね入門制の人ほら受けたばっかりだからあの,あの問題やっといてよかったですみたいなええやっぱり聞き方がそうなんだよこれ最も妥当なものっていうのはわかりますええ じゃなかったらさ、単純に取るべき措置、取るべき措置だったら、ベターベストな措置だけ上げて終わりだからね。うん。そうなんですよ。で、ちょっと一つ手前の問題もね、ほら、えー、っと、ほら、おによる本件商品の販売が、本件商標権の侵害であると主張された場合に、はい、えー、っと、これね、被告だから、黄色で塗ったほがいいかな、はい、おが、ね、はい、えー、っと、あの、 に対して主張をし得る法上の権利を、ね、根拠とともに説明せよとあるでしょ。うん、だからこれもはっきり言っても戦勝権なんですよ。もう早い話が。答えは。ね。うん、う,んうん。で、もちろんね、ここにほら、えーと、有効性を争うことなくって書いてますから、これは青ね。だから向こうの抗弁書いたらもう大握ミスですよ。うん いいですか、えー、っとちょっと書いとく青ペンで、潤徳104乗の3は、あの、アウトね、うんまあ、NG というか、うんで、でもね、これね、あの、戦勝券だけ書くとね、残念ながら、すかすかになっちゃいますよ、これ。そうでしょだからやはり、まあ、ちょっと俺の,あの、なんだっけ、理想と現実も、もしかしたらあの戦勝券しか書いてないかもしれませんが、あのー、 まあ今考えると、ねまあ、理想のトーンはそう知るかもしれませんがやっぱり形式論、実質論結論みたいな書き方をしないとすかすかになっちゃうんだろうなというふうに私は思いますね。えー、と思いますよ、うん、そういうことですよ、うん、OK ですか。ははい、まあ、私から言ええることとそんな感じでですわ、ねでえー、っと あとはね、まあ、あれだよね、まあ、本試験だけ振り返ってもそれで終わりじゃつまんない、ね、だからどうすればいいかっていう話に持っていかないといけないんですよ。うん、それでね、えーまあ、皆さんこう顔ぶれ見てるとね、まあ、中上級の方が多いと、ね、まあ、入門の方もいらっしゃいますけども、そこで、えーまあ、私が、ね、おすすめしたいのは、あのー、やはり、 あの本試験ってね難しい問題も出るし簡単な問題も出るんですよ。うん、でもねどちらをやっておくべきかというとやっぱりある程度難易度の高いところをやっておかないともうあの免疫力はねそれこそあ,のあれと一緒コロナの,、ね、あのウイルスに対してワクチン接種と一緒でさある程度やっぱり免疫力を獲得しないと太刀打ちできない、ね、今日本ってさもうバッチリじゃん、ね、あの逆に韓国とかね あの東南アジアのシンガポールとか、逆にやばいですよ、ね、ヨーロッパも、どんどん増えてる、ね、でアフリカもオミクロン株が、ね、出てきてやばい状況、で今、日本があのいいのはね、やっぱりこのもうほとんど、ね、みんなあの、ね、2回接種受けてると、ね他の国はほらやっぱ宗教とかいろんな諸問題があって、ね、もう俺は絶対受けないみたいな人いるんですよ。日本もいるけど まあそこまでこう、ね、ラジカルな人は多くないと、ね、だからそういうところも、ね、あのこう影響を与えてるかなと思いますで論文試験も同じで、ね、やっぱりある程度難しい問題に耐えられることが必要でまあ,あのゼミがあるじゃない、ね、あのいろんな先生がやってる、まあ、私がやってる「L ゼミスペシャル」はもう、まあ、締め切りましたのであのもうだめなんですが、ね、あのゼミそしてあとはねちょっとこのパンフレットに載ってるんですが パンフレットを開くくののが面倒くさい人はペラのチラチシもありますよ。ほら、上級当連というね、こういうところであのチャレンジしてもらいたいなというのがあるんですね、上級当連、まあカラフルなあれでいくと24ページに載ってるんですが、あのこれは、ね、何がいいかというとね、あの皆さん、この名前からしてねあ、ただ単に上級なレベルの当連かと、ね、思うかもしれません。それはね、 まあ、間違いはないんですよ、レベルは高いです、ええ、しかしです、ね、あの反面の部分、反対の側面も持ってるっす、ね、それはどういうことかというと、実際の本試験は、ええ、120分で2問出ますね、当日、ええまあ、だから1問あたり60分ですよね、でそこで皆さんがあの抱いている感想としてはね、いやー、なかなか時間ないな、満足いく答案書けなかったなと、答案構成の暇がなかったなと。 ね、多分そういう感想を持ちだと思うんですよ。でそれがね、まあ、実力がない段階でそういうことばかり繰り返しても確固たるものが身につかないんですよ。ええ、まあ、要するにいつもなんかこうたじたじな思いをするだけで終わって、まあ、出してで帰ってきても復習しないで <laughs>、ね、結局がお金の無駄みたいなね。 うん、何ののたために受けんんだとといいうう感じの人が多いと思うんですよもちろんねその受けた時はダメダメだけど戻ってきてしっかり復習してれば伸びることは伸びるんだけどあのその伸びない人ってね、まあ、自分に言い訳をすることが多いんだけど、ね、なんだかんだあの担当で、ね、落ちる人の言い訳ベストワンって何だと思いますあこ私も、ね、それ聞いててあこれはダメだなと思うんだけどもうねベスト1担当ではい。 いやー二,二枝までは絞られるんですけどねっていうこれ一番多いわけで俺に言わせるとだから落ちるんだよと <laughs>、うん、だから爪が甘いんだよとダメなんだよそれじゃと結局一つに絞られないと意味ねえだろうとそうでしょまあ、してやそのいくつあるか問題が出たらさそんなのじゃ通用しないよそうでしょ一つ一つ枝で勝負できるようにならないとねそうそう担当でそんなこと言ってる人はまた落ちますはい で次に、多いあの言い訳、ベスト2、何だと思いますいや、過去問ね、10回ぐらい繰り返したんですけど、落ちたんですよ、みたいな。まあ、10回は大げさですけどね。まあ、5回でもいいですけど。いや、もうすげえ繰り返したんですけど、全然歯が立ちませんでしたと。だから落ちるんだよと俺は言いたい。試験も考えてるよ。過去問式やらない人って落としますよ。うん、何でかというと、過去問式やってなければ、アホでも実力つきますから。うん。 そうでしょあのー、過去問繰り返してね、うん、同じ問題が出ればさみんな受かりますよでも落ちるのはなぜですか新作問題ねであとあの、まあ、同じ知識を手をし変え品を変え姿形を変えて出してますからそれに適応する能力がないんですよ、ね、だからやっぱりあの冷やせを書く訓練をどれだけやるか、うん、これなんですよ皆さん どれだけこう嫌な思いをするか、ね。ある意味修羅場をくぐるか。人間の進化ってそこで問われるんですよ。これは勉強だけじゃない。弁理士あの、皆さんが便利子になってからもそう。ね。ぬるま湯に使っとったら全然大物になれないよ。ね。あの、この業界の大物の先生たちの共通点があります。何だと思いますもう名をはせて、まあ、ここで4回上の所長もそうだけど、みんな同じ、あの、ことがやるんですよ。何だと思います家中の栗を 平気で拾拾いいににに行行ききままますす危険をを顧みません家中の栗を本当に拾いに行きますよ普通だったらねやめとこうってなるじゃん違うんです彼らの発想はそこはもうこの業界まあ他の業界もそうかもしれませんがあのこの業界の重鎮と言われてる先生方は皆そういう性格ですうんやっぱそういう社内と向いてないと思うこの業界だってああ、まあ、争いもあるし <laughs> ね訴訟もあるし 審判まあ,あの弁護士書とねその殺人事件とは取り扱わないけどねあの知財訴訟ね何億円何十億円みたいな訴訟に皆さんが携わることだってあるんだよ負けたらどうしますね切腹もんですよ試験に落ちることってね全然対象とないですよ自分の問題だからそうでしょ自分が悲しいだけじゃないですかね悲しいよそりゃ でも自分の問題じゃない。ね実務の世界って他人巻き込むよ。自分のあれで。ねだからして仕事やらないわけにはいかないよね。うん。まあだからね、あとはどれだけ誠意と最善を尽くせるかです。そしたらね、負けてもお客さんは分かってくれます。いい加減な仕事をしてて負けると、本当に大変なことになります。ねどれだけ自分が腹をくくれるかというところだと思います。 ねうん、だから、それだけほらあの、ねあのまあ、弁護士もそうだし、弁理士もそうかもしれないけど高い報酬もらって仕事をするということはそういうことですよ、ね。まあ、そういうことで免疫力作りましょうということなんですよ、いろんな意味で、精神力も身につきますしね、<laughs> 上級等連もう毎回、たじたじの。で、さっきも言ったように何が違うのか。 90分で1問しか出しません、特日。衣装商標と同じ条件です。で、なんでそんなことをするかというと、やっぱりね、完全燃焼してもらいたいというのが完全燃焼して、勝つか負けるか。ね皆さんさ、不完全燃焼で負けてるじゃん。うん。じゃなくて、完全燃焼して、それでも負けるのか、勝つのか。 これを見て欲しうんだ,よ、ね、だから不完全燃焼ってもう100%負けるわけだからそうでしょ口述試験もそうだよね不完全燃焼ってことは最後の接問までいかないってことだよねそしたらそちょっと不合格のリスクが出てきますから、うん、例えばあの全部で10問だとすると10問までたどり着けばまず受かりますね10問中8問だとちょっと危ない、うんまあ、まあ運が良ければ B がつくけどねそれと同じで論文も ね、やはりもう時間のない中で、ねはい、書けなかったもう適当に書いたこれじゃ、ね、全然実力つかないですよだからじっくり故障を据えて時間のある中で答案構成もやり答案もフルに書いたそれでどうだという勉強を繰り返すことが大事、ね、上級討論はそれがあの唯一他のかのいろんな答練あるよね唯一そういう側面を採用している。 消費、まあ、は一緒ですけどね、まあ、商品はこれ以上伸ばしてもさ、しょうがないんで、まあ、90分ですけど、特日はそういうところをとにかく鍛えてもらいたい、ね、うん、問題もいいですよ、まあ、見れば分かりますけど、まあ、受けないと、今、ネタ言えませんけどね、この問題を出しますなんて言えないけどあの、受けてみれば分かります、なるほど、こういう問題来たか、みたいなね、ああ今年の本試験とかも当然、傾向を踏まえて作ってますし。っていうところがある。 はい。次に、あの、知識不足も感じている人ね。これはやっぱり、インプット面が足りないってことやね。それはあの、まあ、皆さんね、この中にももう既に受講されている方いるけど、論文トリニティというね、講座、私やってますから、今日もやってるんだけど、もちろん今からやるともう通信になっちゃうと思うけどね、現在進行形でもう半分以上ぐらい終わってるからね。論文トリニティコース。で、ね、このトリニティに秘められた、あの、意味は、三密体。じゃあ三密体というのは何かというと、 あの一行問題、まあ、趣旨問題題ねそれからあの簡単な事例問題、ねまあ、要するに現場思考力をあのつけていくための、まあ、ファンダメンタルな部分だね、はい、じゃあもう一つは何かというと答案構成力力現場思考力ねあの今皆さんねと今今日,今日もそうだけどトリニティの本格的事例対策っていうところをやってますけどもうすぐ終わります。そうすると今度はね あの答案構成編といって,言ってより本試験に近い状態で、まあ、毎回毎回、特実衣装、特実衣装、特実衣装ね、まあ、要するに 4×6 セットやります。ねまあ、自分でそれはやるんだよ俺,俺がつきっきりじゃないから生講義じゃないから通信で30分 ×4 でやってみるとかねもうちょっと厳しく20分 ×4 でやってみるとかそれは自由です、ね。自分に甘くするのもあの厳しくするのも自由。 で3時間の解説、フルについてます、私のね。それが、答案構成編ってやつ、うん。あ、これか。ね、ほら、三密対、体、ね、趣旨小事例、本格的事例ね、これはもう上級党連並みだよ。うん、で、答案構成編ね、現場思考力、そしてあの、ほら、もうこういうのがね、集中党連とかついてますから、あと、まあ、実践党連ね。 だからすでに、あの、現在進行形で受けてる人はもうこの辺が標準装備なんで、まあ、あの、まあ心配しなくてもいいんだけど、ね。ただ、さっきも言ったようにね、やっぱり、その、本試験に弱い、本番に弱いと。要するに、これもね、あの、落ちる原因なんですよ。うん。要するにね、練習に強くて本番に弱いタイプもいると思います。皆さんの中には。ええー。これはどうすればいいと思う本番に強くなるためには。これぞまさしく、 もう家中の栗を拾いに行くような性格に変えていかないといけないんですよ。要するにもう恥をかくというかね、もうその恐れない。ね。うん。だあのー、なんていうかね、えー、っと、私もね、あのー、大学時代水泳部だったんだけど、あの、もう何回やってもなれないことがあって、それは何かというとね、まあ、陸上もそうですけど、水泳もそうですけど、よいバーンってなるでしょ。ね。 スタートの時に <laughs> あの緊張感は本当に嫌でしたね。で、陸上ってね、フライングすると、バンバーンってなるじゃん。ね、オリンピックとか見てても。ね、誰かフライングすると、バンバーンってね。だからすぐ気づきますよ。もうあの、陸の上だから。ね。だから、こう、20メートルぐらい走ったらさ、また戻っていくでしょ。水泳はね、そういうわけにいかん。水中に潜るでしょ。だからフライングなのかどうか分かんないんですよ。そうすると、最後まで泳ぐ人がいるんですね。 はい。それはもうダメです。疲れてるから。ほら。で、責任重大なんですよ、それ。そ,それの原因を作ったら、要するにフライングのやったやつは、もうこれはね、<laughs> ねど,うどうなるかわかるでしょうもうとんでもない目に遭いますよ。いろいろね。まあ体育会系だからね。<laughs> えー、だからねもう、もういかに自分がフライングにならないかっていうことだけを考えてね。まあ結果はあのどべでもいいんですけど、いかにフライングにならないか。 それだけにもう最新のチュー払ってやってましたね、いつも。<laughs> これは慣れませんでしたね、俺もね、最後まで。そういうのもあるんだけど、ね、それでも避けて通れない。ね、その訓練をやるんですよ。現場に来て。今幸いなことにコロナも収束してるからね、現場に来るでしょ。だからね、家でぬくぬくとあのやってもいいですけど、ね、あ、あそれ、ごめん、一つ言い忘れた。上級レは <laughs> これ通信しかないです。ね。 でも実践登練はほら生でできるからだから、ある程度その上級登練はまあ家で、ね、通信でやってもいいんだけど、ねあのー、いつかは,いつかは、ね、一人立ちというかよし、ちょっとあのもう限られた時間で正々堂々と戦おうと実践戦登ね現場で毎週日曜日よよ夜ですけど来てね、答案書いてくださいよ。ねうん、それで ある程度最大公約数的な答案を書けるようになりましょうよ。ね、とんがった答案いらないのよくほらなんかあの、まあ、いろんな製品とかでほらなんか五角形分析みたいなのやるじゃん,なんかほらチャートみたいな、ね、それでなるべくこう形がさちゃんとこう,うまく五角形になるような、ねまあ、そういう答案書いてよ、ね、とんがらなくていいんだよ。 ね、車に例えるとトヨタみたいな車だよ。ね、どの性能もまんべんなくもう8割主義みたいな、ね。俺個人的にはそういう車好きじゃないんだよね。うん、とんがった車が超好きですけど <laughs> でもそれじゃ浮かんないですよ。ねうん、最大公約数だよ誰が見ても好むようなトーンを書いてください、うん。とんがらなくて結構です。ね、な,んなんかね独りよがりのこれでもかみたいなねトーンってよくないんですよ。 あの逆に言うと試験が理解できないわかるラーメン屋とかでもそうじゃん何かこう何か店主がやたら気合が入ってるんだけどさ何かこう独りよがりでね、まあ、味付けも何か自信を持って提供するんだけど客から見たらえー、そうかそんなにうまいかみたいなねそれと同じええ、ね、いくらその独りよがっててもさあの皆さんにとっては読み手がどう思うかです皆さんがどう思うかじゃない読み手がどう思うかを常に考えながら答案を書いてくださいよ。 独り、ね、よがりの気持ちが抜けない限り受,け受からないと思ったほうがいいよ、ねはい。引いてはそれが実務にあ,のあれするんだからいや先生、明細書本当に読みやすいですわまたお願いできませんかってなるよ、ねうん、そうそうそういう感じでで,できれば、ねまあ、二刀流の力をつけてほしい要するに簡潔に書く能力とあのこってり書く能力両方つけてほしい、うん、簡潔だけでもいけないんだよ。ああ あの例えばね、平成22年の意証法、今年の商標もそうかもしれないけど、平成22年のね、商標法の問題一応見ると分かります。関連意証制度の趣旨だけで配点40。これはですね、こってり書か,かないと合格点つかないですよ。えー、完結簡潔あれ、受からないです。あの年もそうでしたね、簡潔に書いちゃってミスはないんですよ。いや、落ちてました、それで一発アウトで。 うんだからやっぱり二刀流ね大谷選手みたいにねピッチャーでもバッターでも,もう大リーグで活躍できるような <laughs> そういう力をねつけてほしいねうん左でも右でもスイッチヒッターねやっぱりそういう柔軟性ワイドズームの力とも言うんだけどこういうのねつけてほしいんだよであのー、ほら皆さんね便利試験はまだねま,まだいいですよま,まだいいというのはどういうことかというと 1>, まあ1時間とか2時間でしょせいぜいねべあのあれが試験時間が皆さんが便利試験に受かってから受ける不帰試験ってあるでしょ別名特定侵害訴訟代理業務試験ってやつねあれはあのなめて書かない方がいいよなぜかというと敵はみんな便利士ですからそうでしょみんなレベル高いんだからあれは言っときますあれは簡潔に変えたら確実に落ちます うん、みんなも日頃から鍛えてんだから明細書とか意見書とか書きまくってそうやろみんなもこってり書く能力あるよだから逆に簡潔に書いちゃうとこいつ文章力ねえのかなと思って逆に落ちますからで俺あの,あのあれ一回落ちたんですようん一回目は反省ですね簡潔に書きすぎたうんでやっぱりこれはやっぱり周りの便利士ねあのみんなこってり書くし文章力もあるから作戦変えたんですよ 2年目はもうこってり書きましたよそしてやっぱり受かりますからええー、でやっぱり二刀流の力が必要だというのはそういうことあの問題文にほら簡潔に書けっていう場合があるじゃんあの今年のあのあれもそうじゃなかったあの新なんだっけ国内優先権の趣旨は簡潔に書けじゃなかった簡潔とは言ってないかでもほらなんとなく簡潔に書けみたいな雰囲気出てるよほら 6ページね、国内優先権制度の趣旨が設けられたしについて、ほら、必要な範囲で言及しつつって言ってもう簡潔に書けってことないわかりますうんうん、これはだからね、あのフルスペックで書くと、どういうことになるかというと、いわゆるあの包括的で漏れのない権利の取得っていう側面と、それからあの、自己指定ができることによって、PCT の利用促進っていう側面があるんですよ。 あとあの特許法、吉藤まで、あの吉藤先生の特許解説まで目を向けると、いわゆる外国人はパリ優先権を主張することができるが、日本人はそれができない、だからそれとの,その内外人間で不公平が生じてたからね、その内外人間の不公平を是正するためであるという趣旨もあるんだよ。ね、でもこれ、必要な範囲だろ、これどういう大発かというと、まあ、上見てくれよ、どうよ、国際出願をしたとか、パリ,パリ同盟国で何かやったとか書いてる 書いてないやろ全然。ということは、自己指定の話と、それからパリ優先権とのバランスということは一切書かなくていいということです。だから結局、はい、包括的で漏れのない権利を取得できるようにするため。これだけでいいんですよ。これだから簡潔に書けの典型例ね。うん。ね。そうそう。で、あとね、書いてなくても簡潔に書くべきです。説問1は。うん。いつもこれは俺言ってるでしょやっぱりね、 最初はね、完結もいいんですよ。後ろに行くにつれて、充実度を見せてる答案が受かりやすい。逆に、最初は気合が入ってて、あの、後ろがスカスカっていうか、あの、尻切れとんぼ型の答案は受かりにくいです。なぜかというと、読み手にこの人はバランス感覚が悪いなっていうことを露骨に逆アピールするはめになっちゃいます。うん。この人はなんかもうあと、あと、あと先考えない人なんだなっていう印象になるんですよ。ええー。 うんだからね、やはり、最初はパッとしなくても、後が調子いいとね、うわぁ、この人バランス考えてるな、みたいなね、後先を考える、非常にこう、物事を慎重に考える派だなと。これはやっぱり便利士として、業界的に必要な人だと。ほら、こういうふうにね、判断されるわけですよ。ええ、我々の仲間として一緒にやっていきたいな、この人たちと、みたいな。そう思われるような答案を書いてください。そうでしょうんうん。 あのこう思わせたらダメですよ、いかにもねこ、この人を受からせるとね、特許庁にしょっちゅうクレームつけてきそうだなみたいなね、<laughs> もうめ、もう困るな、こういう人は、もうやめとこうみたいな、ねなんか素直でね、とげのない、まろやかな、最大公約数的な、無難なとんかくな、この人、あこの人このを便利しちゃったらうまくやっていけそうだな、共存できそうだなみたいな、ね。 うん、実際はとんがっててもいいんですよ、答案の上では、そういうふうに見せましょうよ、会社の面接もそうだろ、みんな猫かぶるだろ、入ってから本性を発揮するけどな、だから取る方もそれを見破る能力は要求されるんだよ、ね、とってもたはいいけどう、うだつが上がらん従業員だったと、これやっぱりね、人事部が悪い、うん、あの見抜けない、ね、やっぱりそこで見抜くのが、やっぱりこう、人事というか、面接する人の鑑識眼だよな。 うん、だから俺はね会社でよくうだつの上がらない社員っていうのがいるんだけどこれはねどんなに優秀な集団を作ってもまあよく8対2の原則ってね言いますけど2割はねうだつの上がらない社員はできるんですで逆に優秀な社員も2割程度 <laughs> で残りの6割は普通ですもうこれはどんな集団を作ってもそうねスポーツの世界も <laughs> 面白いもんでねまあだから皆さんがね あのどの層に入るかわからないけどやっぱりさどちらかというとトップの層であらゆる場面であらゆるシーンでやっていきたいよねうんまあ中間層で無難にいけるのがねいいわとあのそういうその、まあ、哲学的な方針で人生を歩んでる人はそれはそれで構わないけどできればやっぱねあ,ある所属した、うんうん、組織の中でできればトップを目指したじゃないねうんだからあの試験もそうだよ ね、便利試験もそうじゃんあの運転免許試験は、ねあのー、ほとんど落ちないし工事試験もほとんど落ちないんだけど残念ながら担当試験、論文試験は上積み駅しか取らないから、ね、うーんだから上積み駅しかも本当に住んだ住んだ上積み駅、ね、しか受からないということです、ね、そういうところを考えていきましょうよ。物事1つ考え方がこう変わるだけで、ね 随分とこう取り組み方もも変変わっててくるし変化も出てきますよ、うん、だから今まで伸び悩んでる人はねちょっとそのやっぱりこう哲学的なところを持ってねその一本筋の通った何かをやっぱり持ってくださいあのそうするとね受かりますようんあの論文ってそういうのが現れるんですよこの人ってなんか一本筋が通ってるなみたいなよく極道というでしょ道を極める極道というとどうしてもね裏社会を でもその,その裏社会だろうが表の社会だろうがその筋の通ったとし人っているでしょうあこの人にはかなわないんだと、ね、いやそういう人間になってくださいよ。ええ、でかつて私がねその不合格の落印をしたにもかかわらず受かってきた答案というのは、まあ、数多くあるわけですけどねあのその中でもちょっと未だに覚えてるのが、えー、あのー。 平成29年の衣装法の問題で、選手講権とあ選出願自主権を欠かせる問題が出てたんですけどね、で選手講権はね、あのー、なんだ、ほら、放送用加護事件っていうね、まあ、地裁判例を聞く問題が出てて、まあ、それはそれですそれだけでハードルが高い問題なんだけど、要はね、何が言いたいかというと、出願の際に実施をしている、えー、あるいは準備をしている衣装、 の範囲内で、まあ、29条を見れば分かるんですけどあの実施または準備をしている異償の範囲内で戦勝権が認められるって書いてるじゃん条文にねでも放送用か護事件っていうのはあの類似まで、OK、だという判例なんですよ例えば、えー、と出願の際に E しか実施してなかったとでもローマで認められるよという判例なんですよ類似のローマでねで 選出願実試験は残念ながら判例は存在しないしであの29条の1号で出願に書か証る焦点名分の規定があるのでこれは類似範囲まで認められないんですよ。でもねそれを書いちゃった受験生がいてね、うんであのまあ、俺とあの俺の弟子の安西先生とかね見てもらったらしくて。 で2人ともあの不合格答案って言われましたっつってねそりゃそうだろ29条のにはねだめだよ同一しか認められないんだよっつってね言っとったらね受かったんですよ <laughs> でもう一度その彼の答案をね見直してみましたそしたらやっぱりね一本筋が通ってるんですよねしっかりと理由が書いてありますええその間違ったら間違ったなりでまあリスクも高いけど そのリスクを最小限に食い止めるために自分はこういう考え方を取ってるのでこういう考え方になったっていうね理由をしっかり変えてるんですよ。それが幸いしたね。えー、これあの理由もかかんでねあの単にあ,のあれしとったらね多分教えたと思います。うん、やっぱりその遺症というものは物品の美的外観で非常にその狭いんだと。ね、で全く同一の衣装を実施することすら難しいと。 そうでしょやっぱりさあのー、同じものをこう作る今あちょうどいいわ今俺おな全く同じコーヒーを飲んでんだけどねあのブランドも同じメーカーのうんまあ機械的生産だったらさ全く同じものが作れるけどちょっとでもこう手書きのものだったらさ同一で崩れると思うよね、まあ、だからやっぱりそういうところとそれからやっぱり選手勝権だけはその類似が良くて潜水艦自主権だけはダメだとそういうのもやっぱりおかしいと被告の立場からしたらね。 うん、だからやっぱりこの類似の範囲まで認めるべきだとこれはもう筋書きのないドラマですよ出店ないから青本にも書かれてないしそれからあのー、判例にもないしねそれでも受かったということはこういうふうに判断されたんじゃなかろうか頼もしい弁理士だなと急阻猫を噛むような状態で頼みたい弁理士だなとなんとか一発逆転をやってくれるかもしれないなみたいなねあの下町ロケットの大先生みたいに。 あの私、下町ロケットの大先生、実名は言いませんが、あの先生と5年間仕事を一緒にやってた時代があるんですよ。まさにそういう先生です。ええ、あの人の哲学一本水が通ってるんですよ。なんだと思いますよだから小説のね、主人公になるぐらいの先生になったんだと思いますけど、自分は勝ち戦は引き受けない、負け戦を勝ちに持っていけるのが自分の使命だと。素晴らしいですね。 うん、勝てそうな事件は引き受けないって言うんですよ。で実際私と一緒にやったあれはね他の弁護士はこれねですよで俺も困っちゃってねあの社長からさ「いやあの宮口君便利試験に受かったそうじゃないか一つ頼むよ」とか言われててねそれはう嬉しいんだけどさ全然実務経験も未熟で困ってたんですよ俺侵害訴訟を頼まれて。 でそこであの講演会でね、下町ロケットの大先生と知り合ってね、なんかこの人だったらいけそうな気がするという、ビビビと来てね、一緒にタッグを組んだんですよ、夢の。で、当時はほら、小説のモデルになる先生なんて全然知らんかったからね、でもその先生の,プライあのポリシーはそこなんです、自分は勝ち行きさえ引き受けない、で、いろいろ話をしたら、目を輝かせてね、もうまさに私が引き受けた案件ですって言うんですよ。だって、他の弁護士が99%負けるって言うんでしょうと。 もう私の出番ですねと言ってましたからねいや頼もしい先生だなとで本当に有言実行ですよもうあれは俺のおかげじゃないね全然99%負けると言われてた下馬評の判例ねひっくり返しましたよまあ5年かかりましたけど嘘じゃないです大阪治安平成16年7月8日ガードアーム事件俺の名前も載ってますから代理人にあれは本当嬉しかったね であの先生の凄さも知ったよ。で、当然向こうはね、勝ち戦で臨んできたわけですよ。だから俺ね、控訴するだろうと思って楽しみにしてたんですよ。ねまたあの勉強になるし、俺も。そしたらね、はい白,白いタオルが投げ込まれましたね。TKO 勝ちですよ。あ、うん、もう控訴しないと。もうこの先生相手じゃ叶わないと思ったんじゃないですか。まあ俺じゃないよ、その下町ロケットの。で、いい勉強をさせてもらいました。 だからやっぱね一本筋の通ってる人ってねやっぱり何か違うんですようん皆さんもなんかそういうさ一本筋の通った生き方を貫いてごらん論文にそれが出るよそうするとたとえそれが間違ってても読み手が「この人頼もしいな」とこういう人だったら今までの常識を覆して何かやってくれるかもしれないなとそうでしょ「あの下町ロケット」の大先生が覆した判例数押しだよ 例えば、ん、えーね、だっけ、知財交際、はい、の,の平成25年2月1日、ゴミ貯蔵期事件、ね、あれも覆したね、どういう覆し方かというと、102条の1項、2項は原告が実施していなければ損害賠償できないよと、ね、ところがあの、従来のそういう常識を覆しましたよね、実施しなくても、あの損害額の推定規定、102条、2項は請求できると。 理由はあどこに実施が必要だって書いてるんだと、ね、であとみなし規定じゃないとただの推定規定じゃないかと、ねうん、だからそこまでその厳しい要件を認めるべきではないとみなし規定だったらねおいしい餌の代わりに厳しい要件を課すべきだけど推定規定だろうとだからそこまで、ね、あの厳しい要件を課すべきではないという理由付けねあとあのシートカッター事件 あれもそうですよね。これまでの常識は、その、訂正の再公弁は、実際に原告は訂正を請求しないといけなかった。あるいは訂正審判を請求してないといけなかった。でも、シートカッター事件最高三決で、必ずしも原告は、ね、あの、訂正審判なり訂正請求をしてる必要はないっていうね、これまでの常識を覆したでしょ理由は、向こうの公弁と同じ。ね、向こうの公弁も、向こう審判を請求しないといけませんかその必要ないでしょだから訂正の再公弁もね、 同じなんだよと。ということでやっぱり一本筋を取ってればこれまでの常識を覆すだけの原動力になるんですよ。そうでしょで私もあの筋を通しますよ。今年あのね、特日の8番ね、あの正解を変えたでしょ、特許庁のあのミスをしてきてね。であれも私が適当にしゃべってたら聞く耳持たないよ。1時間ぐらい議論したからちゃんと。ね、根本から説明していったから。それ納得してくれますよ。 うんね、ほらやっぱり一本筋を通ってたらやっぱり相手も理解してくれてね賛同してくれるんですよそういう力をねつけていきましょうぜひうんやっぱりあの優柔不断なフラフラした生き方を知ると論文もやっぱりそういうのが出てくるよねはいということです道を極めましょうよねはいもうあっという間に時間きましたんでねあとあのそうねあの過去問対策は不十分な人はね この理想と現実ね、あの25年分扱っている過去問対策講座なんてありませんよ、ねはい、ここまで気、ね、合の入った論文、過去問講座あるだろうか、ないです、あったら教えてください、私にそれをもう必ずや上回ってみせますから、ね、あった時点で、ね、ないと思いますよ、あったら言ってください、すぐ上回ってみせますわ、はい、じゃあ、あ,のあとは、ねえー、と年末年始道場、ね、ほらあの宮口式四方対象だと思ってください。ね はい、であと、あのー、模擬試験のね、同情もありますから、ね、ほらで、条約苦手の人が多いからね、あの条約の条文がパッとこう引き出せるように国内法と結びつけて、あのー、今年のね、論文の問題一みたいにさ、あのなんか出てたでしょ、PCT の49条を出す問題がね、あと、1月1五日から担当ゼミ始まりますんで、ね、現場であの力をつけたい人はね、お待ちしておりますよ。はい まあ、あと、散らしはないけど、担当レボリューションとかも、ね、やってますんではい。ということでね、あっという間の1時間でしたけどね、まあ、皆さんあの、皆さんのほうが聞きたったんやぞみたいな話もあると思いますから、あのここにいる人たちは、時間に、ね、聞けばいいし、あのもしあの各会場で聞いてる人はね、あの新宿エルタワーにあの電話1本入れていただければ、ね、あの出ますから、ね、可能な限りね。 あの授業をやっているときは出られないけどねはいそんな感じでございます皆さんねぜひ栄冠を勝ち取るためにねやはりあの何て言うかね便利試験というのはあの人生をかける試験でもあるから落ちて当然なんですよそうでしょ落ちて当然の難しい試験ですよでもだからゆえにねあのやる気も起きるしね魅力もあるしねだから合格してやろうじゃねえかという気持ちで 頑張っていきましょう。むしろね、順風満帆にこう一発合格した人、それはそれでいいと思います。でも、いいですか茨の道も通り抜けないといけない場面があります。その精神的なタフネスさね。これはやはり受験で落ちた経験、それを克服していく力、ここから養われますよ。ね。やっぱりね、体,あの体力も重要だけど、メンタル的タフネスさこれがもう何よりも重要ですよ、皆さん。 ね、一番重要です。克服してください、今の辛い気持ち。いいですかはい。じゃあ、終わります。えー、今日のテーマ、論文合格発表から見る便利試験の最新傾向。レクセン日光市宮城悠がお送りいたしました。どうも、ご清聴ありがとうございました。はい。